これね、いろんなこと分かったことがある。意外と重要です。あのね、YouTube ね、藤田ニコルのなんとかコントかって、たった21秒、14何秒のしたらね、21秒か。で、1万回再生あったんですわ。自己最高。おいで、また似たようなもん出したら、ちょっと2日ぐらいで80回。それと、ヒカルくんなんとかで出したらね、560何回再生。だから、それをまとめてね、なんとかな、電子書籍に持っていきますわ。そういうのをまたどんどん作っていくと10個ぐらい、20個。そしたら再生回数上がるでしょ。まあ、どっちみちヒカキン君とか全部俺が乗っけどね。やり方があるんですよ。アニメ作ったりね。皆さんに言ってもできない。失礼しました。アニメ作ったりね、ゲームやったりね。だから結構金いるんですよ。ヒカキン君は大したも目の、つけるとこがいっちゃう。ああいう人間は何やっても成功すると。以上。で、もう一つ面白い話が、ロックフェラーって昔本読んだんですわ。そしたらね、倹約でね、ビール樽をね、なんかワイン作るのに、ビスがね、12本やったら持ってね、11本やったら壊れるって、そういうギリギリのところでやってたんですよ。それで大富豪になりました。だから俺もこの頃ね、島養生の前はね、月300円ぐらいね、3本。100本にいくぐらいのかな。それを知ってたんやけど、この頃洗って使うことしました。だからそういうとこから違ってきます、人間は。だから皆さんも頑張りましょう。ちょっとね、人間は難しい。で、俺ね、一回ホームレス親のまあ年金でもらっとったんやけど、淀川世界50万、40万もらって300万、何べもいいけど、ケバクラ姉ちゃんに毎日5万つこってね、駐車場も出せんで、そんな生活しとって家も潰した男やけども、この頃立ち直ったですわ。その時にね、ホームレスが10日食ってない、タバコで10日食ってないって来たんですわ。で、その兄ちゃんね、40、その時5ぐらいだけどね、50か。ほんで、なんだかな、東大阪の六万寺寺とこってね、おばさんがね、ご家さんでね、で、親父が NTT で、それ、一人息子で、で死んだから半分ずつしたんですよ、親父が。1000万ずつ。で、その1000万でセルシオね、800万買うて、単車2、3台買うて、あっちゃかっちゃ家移って、で、あげくん張ってホームレスだ。だからね、人のこと言われへんのよ。わしも親から車5台買ってもらうとね、一回ホームレスになってますし、仙北で。お風呂が82の時にね、しげちゃんの食事作るの嫌言うから、俺どうするの仕事はあんまりしてなかったからね。これあげるで、いくらもらってね、それでホームレスになりましたわ。2回温暖されました。だから普通の人見るとね、よう頑張って生きていくと思うんですわ。わしはちょっと逆の方に行ってね、ほいで四国の豪族の出身、AB 型勉強すらトップ。だから、そこそこ、ほんで今度ね、昨日ね、面白いんですわ。夢がね、寿司いっぱい腹いっぱい食ってね。ね。マグロの夢とか見たことあるんですよ。寿司腹いっぱい食うて。これもう乗るかな、なんかわからん。ほいで、100万円の札束落とせんね、会見の時に。ほいで、その後に安倍総理とコーヒー飲んだ。ほいで、今日なんだろうかと思ったらね、本当にポストにね、これ違うわけど、ポストにとにかく10万の、来たでしょ。ね。支給のやつ。それとね、商品券1万円が来ました。高島屋、ベイコミュニケーション。3ヶ月来ますわ。5年でブラック消える。なんかそういうことも教えておきますわ。そういうことで金が余り出しました。だから億万長者になるでしょ、多分。多分じゃない、確実。1兆%以上。うふうふう。